ちは。こんにちは。さあ、はい、勝手にゴールデングラブ賞、高木豊が三井ではなく高木豊ゴールデングラブ賞、はい、勝手に選ばさせていただきました。おめでとう。おめでとう。先はないけどな。あのベストナインも、はいはい、勝手に、ね、豊賞ですけれども、はいはい、じゃあゴールデングラブも、まあ、守備がこっちはね。もう守備だけだからね。はい、守備ですね。もう打つとか打たない、もうそういうイメージも取っ払って、はい、守りだけという。守りだけで、はい、豊さんが見た守りのいいなって思う選手。そうだね。はい。はい、もう独断と偏見で、偏見ではないですけれども、読んでいきましょう。はい、まずセリーグのピッチャーです。ピッチャーは森下。はい、お、広島の。身のこなしがうまいね。まあ西とかもすごく野手的に動けるし、はい、いいんだけど。森下は正確性があるよね。だから今年エラーゼロでしょ、はい、まあ、菅野もそうだったんだけど、うん、あの菅野はちょっと重い感じがするんだよね、その動きに対して、はい、でも森下はあの非常に身のこなしも、まあ、あれだけ大きい体してて、はい、まあ、だけど非常にいい、あのバランスで守るよね。西投手の名前も挙げるかなと思ってたんですけど、まあ、西もいいよ、はい、西は野手的に動ける、すごく、はい、うん、反応もいいし、まあ、だけどミスがあったよね、はい、だからまあそこら辺がちょっとマイナスポイントになっちゃったかな。あ、守備率っていうこともさ、はい、まあ、大事な要素で、はい、森下はゼロだからね。そうですよね。さあ、そしてキャッチャーなんですけれども、キャッチャーは梅ちゃん、もういないですね、梅ちゃん。なんかファンじゃないかっていうぐらい、言われてますよね、だからいや梅ちゃんもやっぱりいいよね、うん、まあ、あの補佐力もあるし、はい、まあ、あの中日の木下だとか、はい、あのまあ、相澤にしたってそうだけど、まあ、今年は試合数とかいろんなことを考えるとやっぱ梅ちゃんかなと思うよね。うん、うん、お、ということはあれですね、あの同じチームからのバッテリーではなくて、まあ、違う違うところからのってなりますね、豊さん的には。じゃあファーストなんですけれども、これはねビシエド。お、中日。いやだから動きが、なんかこう緩慢なようだけど、はい、ハンドリングもうまいしさ、はい、まあ率もいいんだよね。守備率いいんですよね、実は。いい、はい、だからまあミスをしないということから考えると、うん、まあビシエドかなっていうふうに。そしてセカンドです。まあ菊池だよね、はい、これはもう文句なしでしょ。もう言うまでもない、ね、だってミスしてないんだもんね、1年間。そうですよ、記録ですもん、これは。だからこれはもう右に出るものいないよね。広島に今年残ってよかったですね、まあ、そうだよな、去年ね、行くって言ってたので。ほんとね、もうちょっと打つ方頑張ってくれればね。あ、プラスアルファの注文です、うん、意外性はあるんだけどさ、はい、確実性がないからね。意外性があるけどね、その確実性を来季は、うん、期待したい、期待したいですね、はい、サードですけれども、はい、これはね、悩んだ。え、どの選手と。岡本も上手いしさ、はい、まあ、大山も、はい、まあ、そんなに下手でもないし、うん、でも高橋周平が上手いんだよね。言ってますよね。で、その高橋周平と岡本に共通していることは送球のミスがないんだよ、うん、で、周平が送球のミスを繰り返してるエラーだったらもう岡本っていうふうに言ってたと思うんだけど、はい、周平がやっぱうまいよね。そうですよね、うん、サード、うん、だから高橋周平、うん、岡本選手終盤かなんかで送球ミスありましたよね。いや、あったあった、珍しかったけど。 そうなんですよ、まあ、それはね、うん、120試合の中で1球ぐらいはあるだろうけどさ、はい、でも本当に岡本も安定してるから、うん、ここは迷った、うん、でも周平かなっていう。そしてショート。ショートは確かに、うん、確かにうまいよ。誰がですか。中日の京田選手ですか。京田はいはい、だけど今年はちょっとエラーが目立ったね、うんうん、で坂本が4つかな、うん、エラー、そうです、エラー、はい、で、まあ、そう考えるとやっぱさ今年は坂本かなって思うよね、はい、まあ現代の守備もやっぱこう動く範囲も広いしさ、京田ね、はい、こう肩も強いしさ、はい、非常にダイナミックな守備を見せてくれるんだけど、まあ、今年に限っての安定感といえば、はい、やっぱ坂本かなと思うよね、うんうん、でそこはもうショートは坂本選手、はいはい、そして外野手ですけれども、はい、外野手どうしましょう。外野手は、はい、まあ、鈴木誠也、はい、まず一人目、はい、まあ、これはやっぱり肩とか、
まあ、守備範囲とかいろいろ考えると1人は決まりだよね。1人は鈴木誠也選手、うん、はい、2人目、まあ、途中から出てきて試合数はね多少も少ないかも分かんないけど、はい、まあ規定に到達してる、うん、守備の試合数の、はい、まあ、その中で松原、お、巨人の松原選手、うん、ポジショニングだとかさ、はい、すごくいいし、うん、まあ、なんといっても、ライトゴロを成立させたというさ、そうですね、なんかすごく印象に残る、はい、で肩も強いからね、うんうん、足が速いし、やっぱバネがあるから肩も強いんだよね、はい、だから、まあ、そこら辺でやっぱ松原の守備っていうのはいいなって思ってる。で、はい、あと1人、あと1人、梶谷、お、梶谷選手、まあ、やっぱりさ、はい、彼の足、肩、うん、それ考えるとさ、やっぱり相当な貢献度はあると思うんだよね、うん、まあ、捕殺はゼロなんだけどさ、はい、まあ、梶谷がボールを取ったらランナーストップさせちゃうっていうこともあるしさ、うん、だからまあ捕殺はなかったんだけど、だけどあいつの足、守備範囲考えたらやっぱセ・リーグの中ではやっぱゴールデングラブに値するかなっていう。そうですね、うん、じゃあパ・リーグ行きましょうか、はい、ピッチャー、ピッチャーは美馬、おお、美馬投手ですか。これ意外だと思うんだろうけど、美馬、はいはい、って身長低いんだよね、はい、だから素早く動けるわけよ。あ、でピッチャーライナーでも反応いいしさ、はい、だから俺は美馬ってうまいなと思うよ、フィールディングは。フィールディング、うん、あと牽制も実は筋いいですよね。いや、牽制も早いしさ、はい、まあ、そういうことを総合すると、まあ、俺枠井もうまい、うまいと思うんだけど、うん、はい、でも美馬の反応の方がいいよね。そこは例えば山本投手であったり千賀投手もいるとは思うんですけれども、うん、それは俺は名前が先行してるだけで、はい、本当の守備っていうことを考えるとさ、俺は美馬の守備ってうまいと思う。私ちょっと来シーズン、うん、美馬投手のピッチングだけじゃなくてちょっと守備の方も見て、あ、見てみて、はい、うん、反応いいから、はい、じゃあピッチャーは美馬投手、はい、でキャッチャーは、キャッチャー甲斐だね。他はもう見当たらないぐらいっていう感じ。他はさ、併用とかいろいろするじゃない、はい、まあ、確かに育ってきてんなっていうキャッチャーもいながら、はい、でもやっぱり甲斐のストッピングとか見ると、はい、やっぱ甲斐の右に出てくるものは今のところいないよね。そうですね、うん、なかなか出てきそうにないですね。そうだね、はい、さあ、そしてファーストなんですけれども、ファーストはさ、いろいろ調べていくとさ、はい、あんまり試合数80ぐらいの、はい、80試合ぐらいの成績しか出てないんだよね。80以上出てる人じゃないと。そうなんですよ。で、ファーストで、まあ、中田翔っていうのが、はい、やっぱ DH だとか、そうなんですよね、そういうことで、なかなか試合数到達してないんだよね、ファーストの。そうなんですよ。で、到達してるのが井上誠也だけ唯一。そうなんです。そうでしょ、はい、で、井上誠也が、うん、ゴールデングラブかっていうとさ、はい、ちょっとなって、うん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 、まあ足を引っ張るケースもよく見てるしさ、うん、で、規定を下げました。はい、本来であればゴールデングラブというのはその例えばフルの試合数の半分以上をそのポジションで出ていないと、そうだね、こう権利がないということなんですけど、そうそうそう、まあ、今年、まあ、120試合と考えて、うん、その半分以上なので、まあ、60試合そのポジションで出ていたらっていうのをちょっとでちょっと仮定してみました、うん、はい、そしたら中村晃、ちょうど60試合なんですよ。そうだね、やっぱうまいよ彼は、うん、まあ、外野やらしてもうまいけど、はい、ファーストはうまい、うん、まあ、守ってるやつからするとさ、もうちょっと身長が欲しいって思うかもわかんないけど、はい、やっぱハンドリングだとかさ、うん、ボールへの反応だとか見てるとやっぱ中村晃ってうまいよね。お、じゃあここは豊さんの中では、うん、まあ誠也に悪いけど、はい、そう、やっぱり中村の方がうまいよ。うまいと、うん、いうことなんですね。さあ、セカンドは、セカンドは浅村かな。はい、ここ周東選手もね、一番セカンド。周東はね、やっぱ足が目立って他のことが消えてるけど、やっぱ守備が、うん、守備に課題があるね。もうちょっとというと、ね、もうちょっとやっぱこう早急に安定感も出てこなきゃいけないし、うん、だからそういうところで浅村の方がまだまだ1枚上手だね、はい、守備範囲はすごいよ、周東は、はい、すごいけどやっぱ確実性ということを考えるとやっぱ浅村の方が上だよね、はいはい、サードは、まあ、鈴木大地、はい、うん、
まあ、これは安定してたね。そうですね、はい、で他はまたコロ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 変わるからさ、サードも今年やっぱりファーストもそうですけど、うん、多かったですね。多かったな、はい、でも安定して出て、安定して出て、はい、安定して活躍をしてくれたというね、はい、守備でもね、うん、はい、そしてショートです。ショートはやっぱ源田かな、うん、小深田選手もいたんですけど、ね、いや、本当にね、いいライバルになると思うよ、小深田は、はい、うん、だけどやっぱり守備はね、まだまだ源田の方が1枚も2枚も上だと思う、うん、やっぱ華麗だよ、はい、綺麗綺麗源田の守備は、はい、うん、だからまあ源田だね、ショート源田、はい、はい、さあそして外野手なんですけれども、はい、ここ結構、あ、ここはね迷った、いっぱいいっぱいいるというか、まあ候補がいるというか、まずね鉄板で決まったのは太田大志、はい、これはやっぱうまいね、うん、まあ、タッパもあるしさ、フェンス際もうまいしさ、あとやっぱ足もあるし、はい、肩も強いということで、だからここは文句なしだったね。太田大志選手一番先に決めましたもんね、うん、ファイトもあるしさ、はい、だからそういう意味では太田大志がまず1番で、はい、で2番手がマー君、ロッテの、はい、これはねちょっとね、簡単なミスは多いんだよ、うん、多いんだけど、マーティンの肩を一回グラウンドで見てほしいわ。どうなんですか。やっぱね、鉄砲型、はい、レーザービーム強いん、強い、だから補佐は何回も見てるけど、はい、あ、強いなと思うの、肩が、うん、で、見せれるよね、守備で、はい、だからそういう意味では、やっぱマーティンをちょっと 選んどきたいなと思う、俺はね、うん、結構ね、外国人選手とかやって、なかなか守備がね、もともとするでしょ、選手とか多い中でマーティン選手っていうのは、まあ、しっかり走れるしね、はい、だからすごいマーティンのその取る能力っていうのは普通だけど、うん、投げる能力っていうのは S だ、うん、素晴らしい、クロスピやってるでしょ、やってます、だから S だよ、 S ランク、 S ランク、まあ、どの選手にも S ランクって出てくるんですか、ね、あ、そう教えてあげます。わかりました。だからマーティンの方は一回ちょっとグラウンドで見てほしい。おや、ちょっとね、間近で見たいですね、うん、そして3人目最後ですよ。3人目はね、もう本当迷った、まあ、西川も、ね、はい、足があるだけに守備範囲は広いし、はい、ただ肩が若干弱いということもあり、うん、やっぱ辰巳かなと思うね、楽天の、うん、これはね、守備範囲も広いし、そのボールの落下点行くスピードもあるしね、その落下点も間違えないし、あと肩も強いんだよ、はい、だ3拍子揃ってる守備をしてくれる、うん、だからまあ辰巳だな、あ、そこはじゃあ辰巳選手、楽天の、うんうん、これも見てほしいよ、あ、間近で見た方がより、うん、そのダイナミックさが分かるってことですよ ね、 で金子、西武の、はい、金子も素晴らしいんだよ、守備範囲が、そうなんですね。でもね、途中休んでたでしょ、まあ、怪我かなんかか、うん、まあ、それを考えると、まあ、辰巳も使われたり使われなかったりしたんだけど、うん、まあ、安定的にずっと一軍にいたということで、はい、まあ、辰巳にしたけどね、まあ、だとじゃあ金子選手もういい勝負するよ。他にもいるんですか。なんかパ・リーグの外野手多いですよ、ね、柳田、はい、ギーター、ギーターもいいしね、はい、だけど選んだ3人よりは、うん、守備という面ではちょっと落ちるか、うん、ちょっと当たるかなと。おお、やっぱりあれですね、ベストナインとゴールデングラブってなってくるとやっぱり違ってきます、ね、いや違わないと面白くないよ ね、 ね、もちろん被ってる選手もいるんですけど、さあね、皆さんとどういう、まあ、これが発表になった時にどう違うかね、楽しみだけどねそれこれはあの記者投票だから、これいや本ちゃんは本ちゃんで選ばれるのはトンチンカンの人がまた何秒か入らないといいです、ね、本当だよな、本人間やめろよ、今年は去年ありましたもんね。でもそういうネタくれたらこするから楽しみ、記者の皆さん ね、もしネタがあったらこちらもこするんで、はい、その選手は被害被るけどねそうですね、そうそうそう、はい、皆さんの、ゴールデングラブ賞の予想とどうだったでしょうか。はい。